今回のゲストは近畿大学医学部奈良病院皮膚科責任者診療部長の山田秀和さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。山田先生も2回目か3回目の登場ですね。もう見た目のアンチエイグのプロなんで、今日はレオンちゃんの質問に全て答えてもらおうと100問ぐらいあるかもしれない、よろしくお願いします。何一番聞きたい？何言っちゃっていいんですか？言っちゃっていいですよ。いや、まあちょっとこう、あのダメだったら取り直しするんで、お胸の話とか、お胸の話ね、ちょっといろいろとお伺いしたいということなんで、はい、ぜひあのご興味がある方はお聞きください